こんばんは、リンパケアサークルゆるふわのわしみです。いよいよ今月ですね、今月の23日、島根県松江市の方で、佐藤式リンパケアのイベントを行うんですけれども、そちらのまであと、もうあと2週間、3週間ですね、2、3週間になってきたんですけれども、それまでに小分けした佐藤式リンパケアのいろいろな紹介をしていっております。今日は、佐藤式リンパケアの理論の、支持筋は屈筋というのをご紹介したいと思います。健康ですね、僕のパートの担当が健康なんですけれども、肩こりとか腰痛ですねに関係する理論になってきます。というのが、例えば肩こりですね、肩こりとかっていうのはこの僕らでいう屈筋、まあ前側と後ろ側っていう考え方で言ってもらったらいいんですけども、前側と後ろ側の筋肉のこう引っ張る、その引っ張り合いでまっすぐ立ってますよっていう立ち方をしてしまうことで、引っ張り合いでその膜の伸展、要は強く引っ張られることで痛みが出てしまうっていうのが肩こりだったり、後ろですね、腰の腰痛だったりって、あとはまあ膝とか肘とか股関節とか、そのいろいろもろもろですね、もろもろの痛みの原因っていうのは実は引っ張り合いによって起こってる膜の伸展が原因ですよという考え方があります。今言ったみたいに筋肉が縮んでしまう、引っ張るっていうのは筋肉が縮むことによって起こってるんですけれども、僕らの支持筋は屈筋っていう考え方は、筋肉が体を支え持ってるよ、屈筋っていうのが上半身では前側なんですけども、体を前側からつっかえ棒みたいに支えることによって、体が構造体として安定して立てることができますよ。さっき言ったみたいに引っ張り合いをすることで固定させるわけじゃなくて、一個の個体として安定して立てる、つっかえ棒で支えることによって、そうすることで引っ張り合いが起こらなくなってしまう。先ほど言った引っ張り合いの固まるものがなくなってしまうので、引っ張られなくなると肩こり腰痛なんかも、その膜の伸展が起こらないことによって痛みが出ないだったりとか、あとリンパケアの大事な考え方ですね、リンパ間質液の循環っていうことでも、筋肉が縮こまってしまうことによって循環が悪くなるんですけども、支え持つっていう時に筋肉が拡張ですね、広がるっていうことができることになると、そのリンパ間質液の循環にもいい影響が行われてきます。その考え方として、その支持筋っていうもの、屈筋ですね、屈筋が支持してるって、その筋肉を縮こまってるんだだったら、それを拡張させてあげて、でそれが支え持つ形だったり、前回ご紹介した体は、人間の体は空でできる、中空の円筒の構造物、それが縮こまっていることによって潰れるんですけど、それが押し広がることによって円筒形の筒も押し広がって、で構造物として安定するよっていう考え方になっていきます。ちょっと、支持筋は屈筋難しいとは思うんですけども、一番最初大まかな考え方で言ったら、前と後ろの引っ張るの引っ張り合いで痛みが出るんだけど、引っ張るがなくて、じゃなくて前から支え持つ、すると後ろで引っ張る必要がないので、そうすることで痛みは出ないんだよっていう考え方だと思ってもらったらいいのかなと思います。次回ですね、次回は今度その続き、筋肉を緩めるっていうことをご紹介していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、以上です。ありがとうございました。